今回は歴史のループを体感できるラッダイト運動について見ていこうと思います。ジェニー防石機や水力防石機の発明により、これまで手作業だったものが効率化されました。これを産業革命と言います。ここで気になるのは、これまでの防石職人がどうなったのかということですが、失業しました。そして不利な条件で資本家に雇われることになります。こういった状況にブチ切れたネッド・ラッドという若者が機械を破壊して回りました。これがラッダイト運動です。しかしよくよく考えてみると、機械が悪さをしているのではなく、その所有者である資本家が無茶な労働をさせているわけですから、その後この運動は収束し、資本家と労働者の権利を求めて戦うことになりました。この流れは現代でも起きていて、直近ではチャット GPT が台頭しています。これを見ていろんな職業がなくなるということでブチ切れて、ツイッター上でデモを行っていたりします。今後の予想としては、 AI は悪くないということに気づき、 AI をどのように使っていくのかということが問題になると思います。かつても機械化を受け入れなかった人は取り残されることになったので、上手に AI を使っていくべきだと思います。新しい技術は恐ろしくも見えますが、柔軟な思考を持って受け入れるようにしてください。